ッチワールドスタジオ。はい、皆さんこんばんは、今日も一日お勤めご苦労様でしたって言って何ちゅう始め方しちゃったんだろう。早いもので今日から8月ですよね。はい、はい、で7月入った瞬間はね、暑い日が続いたんでもうどうなるものかと思ったんですが、最近涼しくなって、ちょっと一安心している後藤剛洋です。はい、こんばんは。どうしよう、このまま流しちゃった。泉さんどうぞ。タクヒロ&ノブコの文房具ナイトと掛け声言ってみますか。言っときますか。でもね、後半に切り替えた瞬間にやりましょう。わかりました。今日ちょっと前半後半で、はい、そうなんです。今日すごく素敵なゲストが、ね、そうなんです、ね、お呼びしてますんで、いらっしゃるので、はい、はい、改めまして堤信子です。よろしくお願いします。さあ、はい、でということで今月も、はい、まあ、一応なんか月のトップバッターなんで毎回、はい、今月も麹町ワールドスタジオよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あれカメラはこっちですか。わかりました。で今日はちょっと画面の外の方で、徳本さんがですね、今日はちょっとユースルの番組の取材にということで、今一生懸命ですねカタカタと、原稿書いてます。はい、そんな中で、まあ、お送りしたいと思いますが、はい、本日のゲストはですね、多分今までいろいろな方ゲストをお呼びしましたが、アメリカから呼ぶのは初めてです。すごいですね、ワールドワイドですね。ワールドワイド、ワールドワイドです。はい。さて、一応なんかフェイスブックで名前見るとね、ウィル系立ち入りってなってるんですけど、はい、なんでウィルかなっていうのがね、伺っていきたいですね。そうです、多分ね、そのところも。多分わからない方多いかなと思いますんで、そんな話もちょっと伺いながらですね、今日進めようかなと思います。はい。はい、では本日の、ゲストです。立ち入り勝吉さんです。どうもいらっしゃいます。アメリカから、ようこそ。エノハルバル、エノハルバル、すいません、泳いでこられたんでしたっけ。一応走ってつまらないふりをしてしまっていませんでした。今日は本当ありがとうございます。いい、ちょうどこの番組でディスカバー社長の小芝さんがいらっしゃった時にですね、たまたまその時にはちょっと新刊で立ち入りさんのソーシャルメディアの本が出されてて、で、ちょっと無料でダウンロードっていうのが始まる直前だったんで、ここでボードを出してですね、宣伝したことがあったんで。そうなんですね。そうなんです。で、ちょっとそれきっかけもあったので、ツイッター上とかフェイスブック上で、ちょっとお声をかけさせていただいて、ぜひ来てくださいみたいな。そしたら今度日本に来るというか、ちょっと帰省というとなんですかね、はい、まあ、アメリカに、ね、お住まいなどなんですけど、日本に夏の間来ますんで、じゃあぜひ出してくださいというので、じゃあ来てくださいって言って決まったのが今日だったんです。ああ、じゃあ2、3ヶ月前にお約束されてたんですね。そうですね。前回のソーシャルメディア革命という本が出たのが1月だったんです。そうですね、はい、1月中旬ぐらいだったと。ね、今年の最初のゲストだね。そうなんですよ。そう確か。そうですね、初っ端でした、そういえば。じゃあ10分前にお約束をして。だからその時に、そうですね、その時にちょっと軽くアプローチして、あれから日本がこんな大変なことになったのか、そう思わなかったんですけど。震災前でしたんですよね。でその後ね、立ち入りさんのやっぱ震災に関する本も一冊出されて、うん、こちらですね。こちらに今日はお持ちいただいてます。出されてますが、はい。タイトルを改めて読んでいただいてもよろしいでしょうか。検証東日本大震災、はい、その時ソーシャルメディアは何を伝えたか、はい、出版社はどちらでしょうか。ディスカバー21、前回と同じですね、はい、結構早かったですよね。そうですね、緊急出版で出しましたので、ね、実際書いたのは10日ぐらいで。10日早いですね。はい、で本当1ヶ月ちょっとで出たっていう感じ。そうですか、はい、かなり急いで。そうで
時実際どうでした？なんかまあ今ちょっとたまたま地震の話から入ってしまったんであれなんですが、はい、その瞬間っていうのは。そうですね、はい、普段やっぱり、ね、海外にいるとなかなか日本の情報っていうのはすぐには入ってこないものですし、はい、あと時間帯の問題があったので、うん、ロサンゼルス私いるんですけど当時はだから夜中の10時半とか夜ぐらいだったんですよね、はい、でちょっと出先だったんですけど、気づかなくて、まあ、家に帰ってちょっと疲れたのでその日そのまま寝てしまって、はい、で次の日の朝こう携帯電話を立ち上げると、はい、iPhone で立ち上げると友達からテキストメッセージが入ってて、はい、ニュース見たって書いてあって、はい、何のことかなと思って、パソコン立ち上げてる間にツイッターを iPhone で見始めるとなんかすごいことになってて、おーっていう、すごく焦って、それからもうずっと張り付いて情報をチェックしてたんですね。アメリカでの報道はどうだったんですか？報道はしばらくしてからね、やっぱりテレビでもすごく地震の状況とかすごく津波のやつを流してましたけど、やっぱりソーシャルメディアの方が YouTube とかそれこそまあ、Twitter がやっぱ一番早かったので、はい、あと、まあ、ユーストリームですよね、NHK のユーストリームがすごくリアルタイムだったので、みんなそれで、もうだから周りの日本人のコミュニティもみんなそれを見てた感じでした、ね、あ、そうですか。なんか日本でも、ね、もともと、去年ツイッター流行ってで今年はフェイスブックだっていう雰囲気出て、多少なんとなく雰囲気ちょっと一段落したかなって時にたまたちょっと震災になってしまったので、なんかあれでいろんな報道とか情報、まあ民間人の間だけでなんてこう正しい情報を探そうというので、なんか再びこうツイッターとかは再注目されたなっていう感がすごく強かった。1月の中旬の時にはフェイスブックの映画がね、ソーシャルネットワークの映画が出て、あれですごく話題になって、でまあバーッと盛り上がってちょっと落ち着きかけた時に地震が来たので、その時にまたそこからツイッターとかがそこまで盛り上がったっていうので、利用者なんかも魔法にも書いてたんですけど、大体 20% ぐらいの時にTwitter も Facebook もミクシーも増えたという発表があります、ね、なんかそれ以降は結構 Twitter って番組とか雑誌で言うこととか、もう Facebook とかも最近嵐のテレビ CM とかでも Facebook、Facebook とかって単語普通に言ってるし、うん、ので、説明不要になったなっていうのがすごくするんですよね。この間まではやっぱりソーシャルメディアっていうところからまず説明しないとダメだったんですけど、ソーシャル何みたいな、最近はそこはあんまりないんですよね、ですよね。どういうふうに使うのがいいかっていうことで企業の問い合わせなんかもすごく増えてますしね、うん、アメリカの方ってどうなんですか？もともと Twitter も Facebook もアメリカから来てますけど、まあ、Twitter も Facebook も一旦厳しいところを通過して、特にツイッターなんかはやっぱり3年ぐらい前ですかね、やっぱり一回ちょっと虫にかけてたような雰囲気があったんですけど、はい、けどまあその都度いろいろマーケティングやって有名人がやるとかでまあ盛り上がってきて、フェイスブックも一時実はスパムがすごく多いアプリの中に友達を勝手に招待してしまうスパム、まあツイッターでもあるんですけど、ああいうのがすごく多くてもう嫌になってしまった人っていうのは結構いたりとかしたんですけど、まあ実際今アメリカでは北米では Facebook のユーザーって少しずつ減ってきてるっていう報告がありますよね。っていうのはもうみんながすごく使ってるので、やっぱある程度まで増えてしまうとどうしても減っていくっていうのはあると思うんですけどね。まあ、1億人超えてるんですよね、確かね、アメリカだと。そうですね。全世界で7億5000万人とかっていう話になってて。実際、立石さんの周りとかどうですか？見ていてこう、ソーシャルメディアの利用率みたいなのってアメリカで。まあ、Facebook はもうみんな使ってますよね、もう老若男女っていう感じで本当みんな使ってて、で Twitter に関しては、使ってる人も使ってない人もいるかなっていう感じですね。むしろ日本の方がなんか最近流行りなのかなみたいな、Twitter に関しては。まあそうですね、そうですね、大体なんか、大体そうですね、今年に入ってからまたなんか再浮上というか、再びなんか 今から始めたって方も多いし、そうですね、やっぱこういうのでアーリーアダプターって最初に使う人たちがいるんですけど、その後に少しずつ追いついてくるべきなのかといらっしゃるので、何回かで来ると思うんですけどね。 Facebook については徐々に伸びていってる感はやっぱありますよね。周りでもすごく使ってる人増えましたよね。なんか日本に行って今、アメリカでいる時とかのこう違いとかっていうなんか感じる部分とか何かありますかね？ソーシャル、うん、そうですかね、まあ、Facebook にしろ、Twitter にしろ、ソーシャルメディアも他のメディアにしろ、やっぱりどうなんでしょう、日本の場合名刺交換をする人をずっとした人を全部こうフレンドに追加していくみたいなのがあったりとか、はいはい、Google プラス始まりましたけど、はい、やりますね、結構知らない方からリクエストをたくさんとか、まあ、サークルにどん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 追加できるんですごいたくさん追加されていってみたいなのがあって、はい、あれが逆にアメリカの方ではそういうことはしないのかなって、フレンドはフレンドだけっていう
知り合いは知り合いだけみたいな、あんまり無尽蔵にこうやったりしない雰囲気はありますね。なんで日本の方がなんかそっちの方が結構頑張ってる感じなんですかね。そう、やっぱりフレンドはっていう言葉の通り、はい、あ、そうなんですね。だから知り合いとフレンドがね違うじゃないですか、 Google プラスの場合。なんで、なんか一緒くたになってる感じしますね、日本だと。普通フレンドは1000人もいないですよ、なかなか。そうですよね。そうですよね。実際例えば日本人の方でも、で明らかに日本の方が Facebook 遅いわけじゃないですか。私なんかアメリカにいたので結構古い時からやってるんですけど、それでも日本人でも3000人、4000人のフレンドがいらっしゃる方がいて、アメリカでそんな人ほとんど見たことなくて、そのやっぱり普通まあ4、500人、多くて1000人ぐらいですよ。まあ、あの芸能人とかね、ああいう有名人はちょっとまた別問題ですけど、でも日本でそういう人いるのを見てすごくびっくりして、あ、僕も確かこっちで知り合った外国人の友人とかも、もうなんかおかしなことやってるのかなって言われましたもん。あ、拓哉さんだってたくさんいらっしゃるでしょ。だから向こうでなんか頑張ってやってる人は必ずなんか後ろにちょっと怪しいビジネス抱えててなんかやってんじゃないのみたいな感じの。かえってお友達がたくさんだとそういうふうに言われちゃうところもあるんですね。お友達とかね、あとツイッターとかは何でもそうですけど、なんかまめにこう更新してると、あ、そうなんですか、うんうんうん、それで仕事してる人だって思われたりとか。そうなんかありますか、悪用しようとしてるのかみたいな。私はアメリカでのユーザーの人たちはもう何千人ってフォロワーがいたりとか、お友達も1000人クラスでいる人がそれが普通なんだろうって私は逆に思ってたんですが、そうじゃないんですね。ツイッターのフォロワーなんかも普通の人はやっぱり少ないですよね、数百人。結構あの有名な話で、あのクラウトっていうそのソーシャルメディア上の影響力を測る、測定するあのツールが、ツールというかまあそういうプラットフォームがあるんですけど、それの数字がだいたい平均で見ると日本の方が全然高いんじゃないかっていう話になってて、っていうのはフォロワーの数とかも日本の方が多いので、普通に数万人単位の方がね結構いらっしゃるし、結構10万人とかもね、一般の人で。本当ですか。いますよ、ね、友達で。なんでそんな数になってしまうんでしょうね。わかんないですけどね。はあ、ね、アメリカでそんなのあんまりいないので、本当にインフルエンサーと言われる、まあ、プロブロガーみたいな人でもそんなにたくさんいないし、クラウドスコアもそんなに高くないしみたいなのが、日本ではなんかちょっとバブってるのかなっていう。まあでもブームなんでしょうね。でもなんか新しいメディアとかやっぱりアメリカの方がどんどん発明されてますよね。はい、まあ、そういうことであのいろんなものを試してる人も多いっていうのもあるかもわからないですけどね。もうあのいわゆるアリアダプターはもう Facebook からも Twitter からも去って次のどこに行ってっていうようなフェーズなのかもわからないですね。あるんですね。あのだいたいそういうコアな人たちっていうのは一般の人がやり始めると、ちょっと、次のとこで飽きてくるっていうか、それなんか追っかけとかでもあるじゃないですか、多分。ああいうのでも追っかけもありますね。無名の時は良かったけど、有名になってくるとちょっと面白くないみたいな。ありますね。Google Plusが今、すごく集中してるのかもわからないですね。ああ、そうです。Google Plusどうですか？僕まだそんなに、あの普段 Gmail 使ってるんで、ただ単に今、プロフィールに写真貼っただけで何もいじってないですけど、ちょっと現時点ではね、なんともコメントしづらいですよね。まあ、インターフェースは、まあ、ぶっちゃけ Facebook の真似もしてるみたいな感じだし、はい、すごく相変わらずシンプルなインターフェースで。Google Plus っていうのは、はい、Google がやってる Facebook みたいなもの、はい、そうですね。すいません、その最も適切な、直球の説明、非常に適切な。あ、それで、それは最近始まったんですか、はい、招待制だったのが、確か多分8月1日からあのちょうどオープンになるっていう話を聞いてて、年々、ね、もう18だったのが13に引き下げられるんですね。あ、そうなんですか、はい、アメリカでは人気なんですか。今アメリカでも多分日本でも結構人気、日本でも人気なんですか。ですよ、なんか、ね、話題ご招待しましょうか。ちょっと招待して入ってもらう、招待制なんで最初。そうなんですか、はい、Gmail のアドレスを持ってればいいんですか。Gmail じゃなくても Google のアカウントで取るか、 Google で新たに取れば大丈夫です。一応でも Gmail のアドレス取りました、まま、iPad 使うために。そのまま大丈夫ですよね、はい、それで。あ、そうなんですか、うん、へー、交代で起きてプッと入るで入れちゃうので。あ、そうですか、はい、もう日本人でそのフレンドの多い方なんかはあのなんですか、アメリカの全部のランキングでもトップ100ぐらいに入ってたりとかして、大阪の女性の方でって話題になってますか。日本人は友達申請とかされたときに、その友達の友達、その友達とすごく仲が良かったら、その人の友達だったらなんか認めざるを得ないみたいな感じのところがあって、で気がついたら、ね、申請のお返事出さないまますごく溜まっちゃってたりして、すごい、お返事とか焦ったりすることってある方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。結構アメリカ人は普通にスルーして
無視してると思いますけどね。日本人はやっぱりちょっとプレッシャーがちょっと律儀な ありますよね。確かに相談受けますもんね。よく私が話を聞いてると、その職場、企業の方に講演とかする機会が多いのでお話をお伺いしてると、はい、そのいわゆるパワハラっぽい、その上司から申請しといたよみたいなことを言われて、はい、うーってなってる人が結構いて上司からフレンド申請されて断れなくて、でプライベートなことを話じゃしてたのができなくなるから、そういうことですよね。なのでどっちかもうやめちゃうか、プライベートのことやめるかみたいな選択肢になっちゃって、もうフレンド申請上司入れと職場の人入れたから、プライベートのことも書きませんみたいな使い方をしたり。なるほどな。そういう悩みも出てきますね。ちょっと極端だなと思うんですけどね。嫌なものは嫌って言えばいいんじゃないかとか思うんですけど、なかなかそういうわけにいかない。でも日本もなんかここから後半はそういう悩み増えそうですね。特に Facebook は実名制ですから、ミクシーの時みたいに複数のアカウントっていうのは使えない、原則。そうなんですよね。なので一つしか持てないから余計に難しい。前勤めてた会社のなんか同僚、元同僚とかがよくなんか申請とかでつながってるのは何も影響ないのでいいですけどね。だから同窓生とかね、昔の同級生とか、そういうのは帰って探してもらってありがとうっていう感じですけど ね、うん、ね。渡辺ゆかりさんが見ていらっしゃる。そうですね、なんか今コメント渡辺ゆかりさんもツイッターと動画で見ただけでつながりなんですけど、ありがとうございます。そうなんですか。お世話になってます、渡辺ゆかりさん。なんか向こうの洋書とかいろいろと紹介してくれるんで洋書ソムリエの。そうなんですか。直接お会いしたことないんですけど、日本に来てくれるって方はぜひ来てください。もうご主人がすごく有名なオンラインマーケティングのグーグルみたいな方で、デビッド・ミヤマスさん、もう講演のもう世界中で講演されてる、すごい有名な方で、ベストセラーも出されてました。そうなんですね。ボストン在住ですね。なんかそういうところがすごいですね、こういう世界ってね。だってアメリカで見てますからね。アメリカで見ていただいてるんですか。東海岸だと今時間的には何時ですか。もう7時とかじゃないですか、朝の。はい、朝に見ていただいてるんですね。はい、すごい。ロサンゼルスはちょっと今しんどいですね。立石さんなんか普段だから時差とかを頭に入れながら更新されてるんですよ ね。そうですね。普段はね、私だから出張した時はもう腕時計も日本ロサンゼルスの時間のままなんですよ、ずっと。だけどさすがに今回はちょっと長いので、はい、ややこしくなってきたのでちょっと戻しましたけど、これも変えたのもだから8年ぶりとか。ダブルペースにしないんですか。いや、しないですね。GMT 持ってないんで、普通に。はい、でももういつもそうやってやってるから、ただ日付がたまにごっちゃになる時があって、ここに映ってる日付が正しいのかどうかが分かんなくなる時があったりしますね。その時はだから iPhone とか携帯でチェックしたりとか、そこチェックして。さて、時間的に後半に行きましたね。じゃあそろそろ行きますか、じゃあ。例のタイトルコールですか。じゃあちょっとタイトルコール行きますか、じゃあ。はい、行きますね、じゃあ。はい。はい、タクヒロ。アンドノブコの文房具ナイト。やった。今日は4人ぐらい拍手してください。あ、よかったですね。いつもロイスね。ありがとうございます。はい、割合でいくとほぼ 100% に近い。100% ですね。この文房具ナイト、だからアメリカでも放送されるわけですね。そう。アメリカでちゃんと今日明らかに見てると確認でき取れてるのいいですね。いや、嬉しいですね。アメリカに流れるんだ。さて、じゃあ早速行きましょうか。はい。今日は何と言っても立石さんゲストなので。こだわりの文房具を紹介してください。お願いします。はい、ということで、はい。はい。なんかいろいろ。どうしましょうか。結構ね、かさばるものを持ってきていただいたんですよね。文房具という縛りだったので、はい、普通こういう、ペンとか手帳とか、ラミーのボールペンと、モレスキンの手帳ですね。はい、手帳。それが長く使う。基本的にはもうやっぱこれを使うことがすごく多いので、はい、例えば私が本書くときなんかの執筆案なんかは、はい、例えば飛行機乗ってるときにこれ のメモで全部書き始めて、で構成とかも全部書いて、はい、でからパソコンにやるっていう風にしてたりとかするんですけど、やっぱりミーティングとかするときには、はい、こっちの方が早いし、はい、切って渡したりとか、はい、フォーマットが自由なのでその分いろいろできるというので、もうモレスキンは長く使ってらっしゃるんですか。そうですね、もうこれからこれ多分3冊目とかそんなんじゃないかなと思うんですけど、はい、ずっとそのサイズのその黒のモレスキン。そうですね、このサイズですね。アメリカで買われるんですか。そうですね、アメリカで買う。本屋さんとかに普通に、売ってるんで。それ日本と一緒です ね。本屋さんで、買えるっていうの。そういえばアメリカで文房具はどこにあるんだろうって一瞬思いました。アメリカはものすごい大雑把なイメージがあるんで、あんまり。そうなんです。アメリカ文具さんはだからステープルズとかオフィスデポとかそういうところに行けばあるんですけど、あんまり今置いてないんで、
こういうのは本屋さんの方がなんかいい。ハムレスキンとか最初知らずに買ったんですけど、なんかいいなと思って。あ、そうなんですか。結構日本でも使ってる方が、ね、多いみたいですね。多いですね。アメリカ人はどうですか、ハムレスキンは。多いでしょうね。だけどまあ他にもいろいろ使われてる。あと、まあ手帳法、あの大きいの持ってる方が結構多いかな。A5 サイズぐらいですか。で、まああの、まあ、刺さっていくと、あ、まあ、こういうところまで入れれば、ね、まあ、名刺入れ、名刺入れ、はい、まあ、はい、それ何かこだわりの名刺入れですか。これはあの何がすごいって、あのなくさなかったっていうそこが大事ですね。なくすの大変ですから、ね、この前までにいくらこだわりのあるあのブリーの名刺入れとか使ってたんですけど、使ってました、はい、あの、はい、日焼けさせるやつでね、はい、あの使ってたんですけど、なくされたんですか。そうですね、2回ほどなくしまして、もうあのもったいなくて、それ以来ちょっと嫌になって、はい、で、ある時空港で急いで買った、はい、この角ダンヒルの名刺入れなんですけど、はい、あ、でもなんか使いやすそうです。意外にこれがあの、うん、なくさずにずっと使ってて買い替えるチャンスもないままそのままっていう、お守りみたいな、なんかだから相性ってあるのかなとか。ああ、なるほど、ずっとそばにいてくれる感じですね。まあ、同様にこういうのもあって、あの、あ、お財布ですか、まあ、それはパスポート入れですよね。あ、はい、パスポートケース。これはちなみに子供の写真、うわ、かわいい昔々の写真なんですけども。お嬢さん3人ですか。4人いましてですね。あ、4人いらっしゃるんですか。双子が、あの、真ん中に双子、長女真ん中に双子で、一番下が4歳っていう。なんで、まあ、これパスポート、まあ、入ってないですけど、これに入れて、まあ、カードを入れてっていうことで、まあ、旅行行くときにはとりあえずこれをっていうふうに、やってて、これも一回中をきれいに見せてもらっていいですか。あ、カードがたくさん入って、 ね、そしてここをちょっとペラッとめくっていただいて、ここに、ここにパスポートを入れるところがあって、あ、なんかあの印字されてる、これなんて書いてあるんですか。パスポートって書いてあって、ここここエアラインチケットって書いてある。あ、だから飛行機のチケットをここに入れたりして、便利ですね。でここにあの判件をこういうふうに入れて、これは何ですか、これなんて書いてある。これはトラベラーチェックって書いてあるんですけど、あ、まああの、まあ、今だいたいここ判件入れて、あの、例えば飛行機乗るときとかにこれに一旦入れてから、で、あの、いいです、ね、後で席確認するときはこれ出してとかあるじゃないですか、はいはいはい、入国書類のときに飛行機の便名がいるとかね、あるんで、あ、そういいですね。アメリカのですか、それは。そうですね、これアメリカの、大したものもないんですけど、試しにこういうの持ってみたかったんですよ、これも。で持ってみて、はい、いいの良ければ次にいいやつ買おうと思ってたら、はい、これがなかなか良くて、しかもなくさないので、もうこれもずっとなくさないかポイントですね。あの、あ、でもなんか使い込まれるといいものですね、変わって ね、 ね、もちろんこれなくしちゃうと大変なんですけどね、パスポートが。それなくすと、はい、ちなみに非常に大変。過去3回ぐらいなくしちゃってるんですけど、全部戻ってきた、はいはい。これは見えますかね、このこれはあの友達がデザインしたペンということで、これでちょっとアップで見づらいですよね。インクペン分かりますか。今結構寄ってますね、はい、これをちょっと今しよう。そしてこうやると、ね、逆かな、ここかな、ここかな、分かるかな、あら、分かるかな。これはこのなんかこうね、アリンコみたいな黒いものに注目して、こう、はい、一応動いてる、動いてますね。え、なんか手を描いてるように見えます。そう、アリンみたいに見えますけど、これ一応人が泳いでる、クロールしてるんですよね。はい、世界水泳も終わったばかりですが、なんかちょっとこう、夏、泳いでる人のペン、お友達がデザインされたんですか。そうですね、はい、デンマークのエスケッセンっていう会社が考案した、まあ、このデザインをペンに入れたっていうので、非常に面白いので。日本人の方ですか、デザインされたの。はい、遠藤さんっていう。なんかあのフローティンペンって、あの、例えばパリとかでもお土産屋さん行くと結構かわいいカラフルなのありますが、そういうシックな、あの、黒とステンレスカラーのものもいいものですね。なんかね、珍しいんじゃないかな。それだと男の人が持っててもいいですね。ハスキー総研のメディアさん、遠藤さんっていう所長さん。なのでこれはあの使って持ち歩いて、人にしたりとか、子供を楽しましたりとかですね。これ日本で売ってるんですか。あ、日本で、はい、売ってる。もう一つ入ってますが、これも同じフローティングのデザインですか。こちらはあの歩く方ですね、ウォーキングのフローティング。ああ、で2本セットで売られてるんですか。いや、1本ずつだと思います。なんかそういう歩くのって可愛いですね。なんかあのウォーキングを趣味にしてる人にプレゼントしたりするといいかもしれないですね。おいくらですか。すみません、ちょっと値段がそんなに高くなかった。ウェブサイトで調べていただいて、ね、はい、わかりました、お願いいたします。1000円とかそんなもの。アニメーションフローティングペン、はい、ちょっと大人っぽくておしゃれっぽいのですね。いいですね。で、まあ、こういうのは普通の話なんですけど、私の場合、はい、あの仕事柄が、はい、ブログをやってる人間なので、やっぱり私にとってのです、ね、入力機器っていうのは、文房具っていうのはやっぱこういうあの
入力機器なんですね。出たすごいですよ。私はもともとこれすごいですよね。これ持ち歩いてるんですよ今回、まあ、これめったに持ち歩いてないんですけどねこれアメリカから持ってきてくださったんですよね。わざわざ今回アメリカからこの文房具ナイトのためにありがとうございます。これは非常に高級な、トープレイというメーカーのリアルフォースというキーボードですね。普通に買うとまあ2万円から、まあ、1万5000円したりするというので。そうなんですか。非常に私は愛用しておりまして。どう違うんですか。やっぱりまあ、堅牢ってことですね。いくら叩いても長く使えるっていう、壊れないっていうのと、あとそのキータッチと、はい、あと疲労をやっぱり軽減されるデザインになってるっていうことがやっぱり隅々まで行き届いてるので、すごく長時間使っても疲れないようになってるし、長時間長期間使えるようになってるということで、もう一旦使うとちょっともうやめれないぐらいの。そうなんですか。もともと私入力機器メーカーでずっとこういうバイヤーとかをやって開発の仕事をしたもんで、ここにはすごくこだわりがありまして、なんかここにちょっと面白いマウスも持ってきていただきました。絵的に面白いんですけど、さっきもねちょっとお話聞いたんですけど、なんとマウスをね両手持ち、まあ、こうワイヤレスの、いわゆるロジック、日本でロジックですね、アメリカのロジテックのトラックボールです。はい、親指型っていうやつですね。これをまず右にこう置いて、でこれも左の、これはレイザーっていうゲーム関係の入力機器メーカーではトップクラスのメーカーのマウスなんですけど、これを左側に、普段は左手のマウス、デスアダーという左手のマウス使ってるんですけど、勝間和代さんも最近買われてネットで話題になったというですね、これは私のモバイル用のやつなんですけど、これ一応左右対称なのでどちらでも使えますので、まあこれを両側に置いて、でこういう風にですねすごい両手使いです。もう初めて言いました、両手で。もともと右手でマウスを使ってたんですけども、ある時から左手マウスの方がいいという結論に達しまして、はい、それはどうしてですか。というのは右利きですよ ね、はい、右利きだとやっぱり何でも右に集中するっていうのがやっぱりあって、まず文字を書くのにもやっぱ右手でこう文字を書きますし、例えば電話かけても多分こう右手に取って、まあその後左に打つかも分かんないですけど、でマウスも右、テンキーも右、キーボードも右で、その間左手はずっとここにお休み中っていうことで、左手が動いてないじゃないかということで、左バランスが悪いですね、右手と左手の。そうですよね。なので左手マウスを使った方がいいですよと、はい、そうすると右手はこことここを移動する、テンキーとキーボードを移動するだけでいいと、いうことで、左手マウス推進委員会みたいなものがありまして、私も一応推進委員会があるんですか。周りにもそういうのをプッシュしてたんですね、はい、ですけどある日ですね、これを仲間が使ってるのを見つけましてですね、その赤い丸の部分がこれがトラックボールで、これ外れてですね、でまあ、ここにセンサーがついてまして、はい、この赤い丸に黒い点がついてるんですよね、はい、でこれ分かりますかね、点見えてますか、ね、見えてますね、ちょっと気持ち悪いんですけど、はあ、これがついてて、これをこのセンサーですね、ここにあるセンサーが、認識するようになってます。3つあるんですけど、認識するようになってますね。でカーソルをそれを変えて認識することによって、はい、これでからこれ全体を手動かさなくていいってことなんですね。そうですね、もう親指だけで全然。これはいいですね。手がもうずっとここにある、このままなんですよね。なので例えば飛行機乗ってる時とかにもこれを持ってると、はい、大きいんですけど、はい、手が動かなくて済むから、はい、動かさなくて済むんで、このまますごいスムーズだったりとかする。確かに意外にこちらの方が小スペース、本当ですね、乗り物としては大きいんですけど、これはいいですね。これを使い始めたら、ええ、左手マウスがいらなくなっちゃったこれ左手っていうのはあんまりないんですよ。これもうただでさえどっちかというとニッチなので、右しかなくて、ほとんどまあなくもないんですけど、探せばあるんですけど、はい、いいものがないので、私はこれが大好きなのでこれ使って。これは普通に日本で買えますか。これは普通に、はい、買えますね。お高いですか。トラックボール、まあ、6000円から8000円とか、あの無線とか有線とかによって違いますけど、はい、私はこれ普通のワイヤレスを使ってますけど、 Bluetooth もありますし。そうなんですか。メーカーの人から言わせると、でもこれ実はメーカー泣かせで、まあ、使ってたら分かるんですけど、完成度がすごい高いんですよ、うん、しかもこれ可動部分が少ないので、はい、壊れないですね、なかなか汚れたらすぐにこれホコリ取ればそれでしまいだしっていうので、なので買い替え需要があまり起こらない。マウスは、まあ、このマウスはいいマウスなんでそういうことないんですけど、はい、マウスっていうのはですね、
コードのところこの付け根のところが壊れるようになったりとか、ボタンがここ剥げてきたりとか、ね、壊れるようにやっぱなってるんですよね、はい、すごい長い長期間使うと、はい、そこで買い替えをうまく誘発するようになってるんですけど、うん、これにはそういう仕組みがなくて、だから買い替えがほとんど起こらないということで、ちょっと頑張って作っちゃったっていう、そうなんです。でデザインもすごいいいので、いいですよね、実際メーカーの方にお伺いすると、もう完成してるんで、はい、買い替えを作りようがないと、新しいモデル作りようがない、だから無線とか新しい規格が出ると新しく出ますけど、はい、あこれ自体の、まあ、シリーズでっていうのはもうこれだけで、これをだから新しいものに変えるとかっていうのがほとんどないので、だからメーカー側からするといいのか悪いのか、だけどファンからするとやっぱりすごくいいものなので、そうですね、長持ちするし、長持ちして使い勝手よくて、マウスをお探しの方はぜひ、ね、ちょっと買い替えようかなっていう方はこれいいかもしれないですね。そうそう、トラックボールはこの親指型っていうのと、この真ん中で触るこれがだからなんですかね、こうなってるトラックボールですね、はい、こうっていうかな、はあるんですけど、はい、私は親指の方が好きなんで、いろんなタイプがあるんですけど、もしトラックボール使ったことがない方がいらっしゃれば一度ちょっと触ってみていいですか、はい、触る、この赤の色がとっても綺麗で、これちょっとよく見せると素人の人から気持ち悪いって言われるんですけど、全然ブツブツが気持ち悪いって、あでも言われないとそんなにでもないかな、あでも私なんか自分の手に大きすぎるかなと思ったら、女性でも大丈夫ですね普通に。あとですね、仮面ライダーちょっと取って、これ取っていいですか、どうぞ、はい、ボールなくしちゃうとさすがにね、買い替えざるを得ないんで、それだけご注意いただきたい、気持ちいいですこう疲れた時にこうね新しい使い方、もともとエレコムっていうマウスメーカーがあります、はい、そこで入力機 の、まあ、バイヤーの仕事をしばらくしてましたんで、ずっとエレコムのマウスを愛用してたんですけど、残念ながらアメリカで売ってないので、エレコムはなので、そうなんですね、ロジテックアメリカではロジテック、海外でロジテック で、日本だとロジクールっていう、ロジクール、はい、おすすめです、ありがとうございます。大きいですけど、はい、大きいけどちょっとアメリカンな感じがしていいですね、うん、っていう感じで、普段はこれとあとゲームようなヘッドセットみたいなのをつけて、まあ、音楽 YouTube を見たりとか、はい、調べるときにね、 YouTube でやっぱりインタビュー見たりとかするので、はい、集中してこうやってるんですけど、普段はもちろんデスクトップでね採用してるんですけど、ね、今回はさすがにデスクトップごと持ってこれなかったんで、はい、ノートパソコンをこれノートパソコンにキーボードついてますが、でもやっぱりこれお使いになるんですか。そうですね、ノートパソコンのキーボードやっぱりあまり良くないので、あと熱を持ちますよね、ずっと熱くなってきます、はい、じゃあもう書くとすごい長いこと書いてるんで、本書くときとか20時間とか書き続けとかいうこともありますから、そんなに書き続けてるんですか、はい、編集作業とかでも乗ってくると、まあ休憩入れながらですけど、それでも20時間とかずっとこうやるんで、さすがにこういうのだとちょっとしんどい、そういう方はやっぱりこういうちょっと使い勝手のいいキーボードがいいですね、はい、プログラマーの方とかね、業務用のキーパンチャーの方とかでこのキーボード使われてる方っていうのは結構多いと思います、ね、本当ですか、へちょっと特殊な仕組みになってますんで、だから高いんですけど、その分値打ちがある、まあ、これが文房具でいいのかどうかよく分からないんですけど、ね、物書きの方はね、やっぱりこういうところにこだわるんですね、書く量が増えてくると、そうですよね、高枝さんどうですかこれ。ちょっと僕1行2行書く程度ですからね短いですかただ、ね、僕もでも元々キーボードは割とこだわるのは気持ちはすごく分かるところは、僕は会社勤めしてる時とかもキーボードだけ自分で買って自分で持ってきましたからね、うん、会社辞める時はだから僕のパソコンキーボードだけ持ち帰りましたから、あそうなんですか、モニターだけ置いて帰ってきたみたいな感じ、ね、うん、へでもマウスなんかも全部変えても全部自分の使ってあですよね、はい、もうそうじゃないとちょっと男の世界ですね。作業効率が本当に影響があるんですよ。違いますよね。安いキーボード使ってるともうたわむっていうんですかね、この部分がこうグニグニするっていう歪んだりするので、これはすごくよくて、ただ問題はこれ音が結構して、私すごいタイプ早いんですよ。なので家で仕事してる時、自宅で仕事してると大体横に家内が座ってますんで、うるさいって一言家で使うときはこれだからオフィスに置いてあったんですね、これを持ってきたんですけど、家ではこれは家ではもう少し静かなキーボード、静かなクリックも静かなクリックなマウスとかそういうのにこだわって、一応子供も多いので一応気をつけてやってるんですけど、そうですか、なんか人がいないとガタ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 ってもすごい派手な音を立てて、なんかお子さんが遊びそうですよね、こう音する、ね、そうですね、まあでもそれでも壊れないので
と思うんですけど、最近は子供なんかもね、アメリカでもすごく小学校の低学年からコンピューターを使って勉強するので、あ、どうですか。最近はだから長女がもうすぐ10歳、来月10歳なんですけど、最近 E メールでちょっとやり取りをするようになって、そうなんですか。それも英語と日本語でうまくね、結構新鮮な、すごい体験でですね、娘とその、まあ、言ったらプライベートな一対一のやり取りをするっていうね、なんかすごく不思議な体験をして、なんかいいもんだなと思って、お嬢さんからは英語で来る場合、最初英語で来てたんですよね、英語でやり取りしたんですけど、生まれた時妻がちょっと日本語にしたらいいんじゃないのっていうことを言ったみたいで、まあ、多分日本語のタイピングの勉強っていうことだと思うんですけど、日本語を家で教えてるんで、お嬢さんの方から日本語で、そうですね、こちらでその彼書く時にはすごく気をつけないと読めないので、漢字とかがね、やっぱり、そうですよね、漢字は難しいですもんね。ちょっと知ってるんですけど、ビハインドな、少し遅れてるので、すごく新鮮な体験で、あ、いいですね。でも4人いるとね、これ大きくなってくると一人ずつそうなってくるのかなと思うと、そうですね、ちょっと冷や汗が大変です。日本でもあれですよね、小学校も普通にコンピューターの授業が、ね、かかってはきてますよね。だって学校でなんか調べようになると、もう検索っていうのは、そうですよね、どの世代もで、また飲み込み早いですよね、小学生たちは。もう、だからもう覚えとかないとダメなことが多いですよね。だから就活の学生なんかでも思うんですけど、やっぱり我々の当時に比べると、ね、卒業してる際に持ってないとダメな基礎的なスキルっていうのが今すごい多いような気がしますよね。競争も多分あるでしょうし、はい、その時は大学の時にやっとカレッジ行ってたのが95年から7年ぐらいなんですけど、はい、その頃にやっとコンピューターラボがあって、アメリカだったんで、はい、インターネットも使い始めたっていうぐらいだったんですけど、もう今と全然話が違いますよね。そうですよね。あなた大変かなとか、何かな、僕の時も一応なんかコンピューター授業はあったけど、本当なんかちょっと計算するぐらいのレベルだったんで、もうね、ママゴミって言ったみたいなもんですよ。そうですよね。何の役にも立たないことしかやってなかったんで今の方が結構だ、授業中にね、そのまま使ってその場でも質問しちゃったりとか、はい、その場で調べ物したりとかしてるから、はい、そうですね。ただやっぱりコンピューターを使ったそのなんていうんですかね、カンニングみたいなものがやっぱり出てきてるということでね、よく昔話題になったのは、ウィキペディアにわざと教授が嘘の情報を仕込んでおいて、それをコピーしてきたら全部ペケにしたみたいな、その話もありましたね。本当ですか。ただ大学、私なんか留学生としてると、やっぱり論文とかを書くときにね、日本の方をちょっと調べて、情報があったらそれを元にうまく活用したりとかして論文を作ったりとか、東洋じゃないんですけど、活用してですね、テーマを探したりとか、論文を作ったことっていうのは結構ありましたんでね、役立ちましたけどね。確かね、入試の時に問題になりましたよね。日本はそうですね。フランスでもね、ありましたよね。いろいろね、ありますよね。あれも今までもバレてなかっただけでね。だと思うんですけどね。逆になんかもう見るの OK の方がいいかなと思っちゃうんですけどね。いや、暗記する手間省けるから。ああ、もう調べて、ヤフーの知恵袋に出すっていうのはちょっとね、どうなのかなって、選ぶ先としてね、そんなんだったら家庭教師つけておいてメールやり取りした方が早かったんじゃないのかと思うんですけど。なるほど、なるほど。さすが確かに効率でいい方を取りますね。ソーシャルでね、あんな、いつ答え来るか分かんない状態でね、本当ですよね。リスク高いじゃないですか、あれ。だったら友達と連携取って、もっと組織だってやってほしかったですね。だからどこぞのクイズ番組みたいにね、ライフラインで仲間準備しておいてね、そこでボンと一斉で5人ぐらいに投げて、うん、っていうことを言うとやる人いるかもわかんないから気をつけないとダメですけど、ね、端末を持っていかないようにするっていうのは、実はアメリカでもアメリカは数学の勉強で計算機使っていいっていうのは結構ね有名な話で、みんなやっぱり計算機を、ね、計算機の使い方っていうのを学ぶっていうのがあるんですけど、関数計算機とかで特殊な機能がある計算機なんかは、もう持っていくともうその機能が使えないようにこうブロックしたりとか、そういうのをチェックしたりとかっていうのはもうすでにアメリカではずっと あるディスカッションなんですね。計算機使うなっていうふうにならないんですけど、そういうのはチェック。だからこれからは時代が変わってくるので、そういう持ってる端末なんかもね、注意を。まあ、でも日本も公認解決試験とかって電卓使えますからね。だからやっぱり関数ついてるやつはダメっていう形で。ああ、そうなんですね。これからだから電話なんだって言っても電話もダメとかね、それスマートフォンだとか。これから分かりにくいだろうな。もういたちごっこじゃないけど。本当ですね。よく飛行機乗るんですね。出張ね、社地会日本に来るんですけど、飛行機乗る時のアナウンスメントなんかでも、やっぱり。スパデスさんってちょっとやっぱりアナログな方が多いと思うんですよ、はい、一般 の, そのビジネスユーザーに比べるとですね。なので、
要するにそんなすごい流行り物のデバイスを持ってないから、アナウンスメントは昔例えば携帯だけだったのが、最近では結構細かく iPhone だ iPod だ、ね、Nintendo DS だみたいな、要するに通信する機能のあるものを結構リスト化されてですね、どんどん注意書きが細かくなっていってるみたいなのがあって、敵も去るものだなみたいなとか。そうですか。昔だったら別にこれ持っててもね、そんな昔だからゲーム機はダメって一言で終わっちゃったとか。そうですよね。アナウンスがじゃ長くなってるんですか、じゃあ、うん、その長くなってますし、細かく具体的になってて、で持っててもやっぱりオフモードですかとかいろいろ聞かれるようになりましたよね。なんでそういうのを見てもなんかチェックする方もね、管理する方もやっぱりそういうのに慣れていかないとダメなんだなと思います、ね。うん、なんかでも私たちが生きてるこの時代でものすごく大きく変わりましたよね。私も振り返ってふって自分が携帯電話を最初に持った時いつだろうと思ったら、それこそ20代の後半ぐらいだったんですけども、すごい前ですが、その時に今でも覚えてるんですが、でかいやつ、一機大きいのからやっと折りたたみ式が出たっていう時だったんです、ドコモで。で18万したんです。でも便利だったから私買ったんですよ。18万自分で買ったんですか。自分で買いました。会社支給とかじゃなくて、会社支給はまだポケットベルだったんです、その時は。でも17まで何人か持ってたので、ちょっともうやっぱり一応新しいもの好きだったから買ったんですよ。すごいな、ボーナスで。今の携帯高い高いってる人安いっすよ、絶対。ね、私今ふーって昔思い出した。パソコンだってね、当時すごい高いね。パソコン30万するの当たり前とか。当たり前だって言ってた。98年ね、やっぱり100万とかね、90万100万っていうのは日本橋レジもよく見てたけど、普通にありましたからね。今ネットパソコン5万円とかね、タダで配ってるじゃないですか、ね。そうですよね、本当ですよね。イモバイル契約すると2万円とかね、なんかそういうのありますから、ね。から1900年代終わりから2000年を境にこの20年ぐらいでものすごくね、うわーっていろんなものが出てきましたよね。それも値段も下がってね、値段も下がってね。逆にメーカーにいたんでね、私なんかね、やっぱりその立場から考えると怖いですよね。その価格のサイクルがこんだけ変わってくると利益なんかを出すのもすごく難しいなと思います。テレビも一気に安くなっちゃいましたしね。安くなってね、もう各家庭でみんなね50型とか当たり前ですよね。そうですね。普通に普通に。ね、昔は大きくて30ぐらいでしたよね。29でもすごいなって。ね、すごいなって言ってたの。どっから見るんだこのテレビみたいなね、そんな話だった。だから僕今まだアナログテレビしかないんで、今テレビ見れない状態なんですけど、アナログ放送終わっちゃったんで。まあ、いやさあ、実家の方多分今日また見てると思うんですけど、実家の方はテレビで今リビングルームにあって、あと各部屋とかちょっとオーバーだけど、なんか何台かあるみたいなんで、一台余ってるやつ送ろうかって余裕のコメントが。ああ本当ですか。でももうこういう世界だから本当にアナログテレビね、普通のテレビ見なくても情報はね。まあ携帯でもね、もちろん見れるっていうのもありますよね。何でもね取れる時代ですよね。本当ですね。あ、そうそう、アメリカの方ってワンセグは全然あれですか、そういえば。そうですね、ないんじゃないですかね。テレビ見てる人はあんま見ないし。あ、そうですか。動画はあると思うんですけど、リアルタイムでってのはないんじゃないですか。僕はだからね、ワンセグ携帯出た当初にワンセグ携帯に買い替えたんですけど、はい、で海外の方がお客さん来てて、ほらっつってワンセグ携帯で野球の集計とか見せてたんですけどね、そしたら向こう持ってきたらブラックベリーだったんですけど、まあ、スマートフォンですよね。あ、数年後経ったらスマートフォンの方が圧倒的に逆転しちゃったんですけど。あ、そっかそっか。そう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 。だから日本の携帯の進み方と、海外の方とちょっと違うところだったんですけどね。で今は日本の方がガラパゴスって言ってちょっと破壊されちゃったりとかして、はい、日本があの PDA を作った時期があったんですよね。ありましたね。時期にもう少しあの PDA を、諦めずに続けてれば、スマートフォンの時にもっとブームを持ってこれたかもわかんないんですけど、日本人に PDA 無理だってね、ちょっと諦めちゃったんで、途中からそこはちょっと痛かったかなと思いますね。そうですね。ノートパソコンのネットパソコンもね、ネットブックもあの昔日本はちっちゃいのパソコン結構作ってたんで、はい、あのままやってればね、と思うんですよね、よかったんですけど、やっぱりあのいや世界の人は指が大きいから無理だみたいなことでやめちゃったら、と言ってる間になんか時間来ちゃいました。あ、本当ですね。立井さん、なんか告知したいことあったんですよね。あ、そうですね、あの、8月3日に、はい、8月3日テロップは出ないですね。8月3日にあのディスカバーのブッククラブでですね、あのジョン・キム先生っていうあのソーシャルメディアの慶応で教えられてる先生なんですけども、その対談イベントが、ございます。ブログの方を見ていただければあの詳細出ているんですけども、はい、8月3日午後7時半からもしあのご興味ある方いらっしゃればぜひお越しください。はい、ぜひご参加ください。
はい、ということで、本日は立井勝義さんをお迎えいたしましてお送りしてました、文房具ナイト、初ゲストでした。本当ですよね。アメリカの話もいろいろ聞いてお聞きしましたが、ね、すごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、でこの後は、アキペディアが多分始まると思います。引き続きご覧いただければと思います。はい、はい、では、まずは今日の第一部ですかね、はい、文房具ナイトが、はい、これで終了します。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来月よろしくお願いします。それではさよなら。さよなら。Was the new hope